ムサカリフォルニアゴールドがやっと頭を覗かせてきたところです。ちょうど崖の上に鶴が押し気味に絡まっていますね。まあ、これからこれを断ち切って上の方の竹の途中からだいたいカットしてあるので、下の方をカットしていけば、あとは引っ張って落っこちると思うんですね。1本だけまだ折れた竹の下の方を伐採していないんですが、これは後からですよね。まあなんとかカリフォルニアゴールドを救うことができるので一安心です。まあ大変な まあひどい目にあったとは思うんですがね。